俺の名はジェイク。3、2、1、私は現在グルームレイクの外れよりお伝えしております。ここグルームレイクは政府が一貫してその存在を否定してきておりましたが、極秘空軍基地との噂で名高いところでもあります。最近この領域内を飛び交うジェット機および無線交信は何らかの理由で昨今になく最高レベルに達しており、ガキの頃俺はよく何でもかんでも火薬でコッパみじんにしたもんだ。そういや、特にプラスチックでできた兵隊の人形が一番派手に吹っ飛んでくれたっけ。西暦2026年、俺もわずかだが人が変わった。今じゃ俺は爆発物処理の特殊任務を遂行する海軍機動部隊の一員だ。無論女房は反対なんだが、起爆装置の解除、そいつが俺の現在の仕事だ。今朝早く次の任務命令を受け取った。そいつは爆弾処理をして逃げるだけのいつもと同じ作業なんだが、今回はちょっと勝手が違うらしい。何でも爆薬が仕掛けられたのはそこいらにある普通の建物じゃなく、政府の極秘情報が隠されている特殊施設らしいんだ。実はその建物のことは前から知っていたんだ。俺の親父が15年前に死ぬまでそこで働いていた。親父は仕事に行く途中飛行機事故で10人の科学者もろともあの世に行っちまったんだ。それは俺がまだ9歳の時だった。2日前に俺はある男から電話を受け取った。奇妙なことにそいつは名前を明かそうとはしなかった。親父の友達とだけ名乗ると、男は間もなく俺が親父の死についてもっと多くを知るようになるだろうと言った。翌日俺はこの最高機密任務に就いた。そこはエリア51と呼ばれていた。俺の仕事は気に入ってるところもあるが嫌なところもある。よく寝たか。二度と安眠できんかもしれんから心しておけ。今回はどんな任務なんだ軍曹。基地内の科学者の一人がおてつもない爆弾をレベル1とレベル2に仕掛けやがった。要求通りにしないと爆破するって脅している。この爆弾を解除するのがお前の仕事だ。了解。爆弾を処理する前にファイルを見たり誰かと話をする暇はない。トイレにでも行こうもんならこの俺が爆弾の一つもお前にねじ込んでやるから、その上。ああ、分かってるさ。セキュリティカメラには十分気をつけろ。もしお前がカメラに映ったら、やつめ、基地を吹っ飛ばすかもしれん。分かったか。了解。彼らは何か隠している。エスコートサービス付きって、どういう意味なの？それは司令官ブラックドーンがする。お前が任務を終えたら、彼と彼の部下が全部後始末することになってる。爆薬を解除した時点で俺に直接連絡しろ。分かったか。いつも通りだ。なんだその態度は。軍人なら軍人らしく返事をしろ。了解でいいんだろ。行動開始。さーて、これからが見せ場だぜ。じゃあな、バイバイ。覚悟しろ。さあ、タイ、取引といこうじゃないか。何大したことはない。ピン札で200万ドルと自家用ジェット機、それに誰でもいい、マスコミの大物とのテレビインタビュー、そいつがこっちの要求だ。要求に応えるには数時間必要だ。20分だ。何を無茶な。20分だ。全ての民間人はここで何が起こっているか知る権利がある。秘密はもうたくさんだ。なあ、あんたみたいなかっこいい女がこんなところで一体何やってんだ。なんだ。まだ死んでなかったのか。フィッツから何か連絡は。思ったより時間がないわね。ああ、俺た
あんたの任務は何なんだ。なぜ奴らあんたはここに。任務に戻れ下っ端。あんたらの指示は受けないぜ。でっけえ野郎だなあんた。爆弾を処理するのか死にたいのか。なんじゃこりゃ。覚悟しろよ。セキュリティカメラが稼働されました。どけんだ。なんじゃこりゃ。さて、なんで俺はこんなことやってるんだ。おい、ちょっとこれ面白いぜ。我々はエルビスの体が基地内で発見されたことを確かめました。一体軍部はこのロックの王者をどうしようとしているのでしょうか。先ほど付近の農家の人になぜ軍部が彼の体を要求したと思うか聞いてみました。わかりきったことじゃねえですか。やつら最後のコンサートのために師匠の国から連れ戻してきて彼の星をくねくねやりたいんです。そのくだらないたわごとを消せ。息抜き息抜き。そんな暇はない。サテライトリンク。全滅だ。じゃあな、バイバイ。さて、なんで俺はこんなことやってるんだ。なんじゃこりゃ。よし、
痛いの痛いの飛んでけ。アクセスが拒否されました。ここはいかなる軍人も落ちることはできないはずだ。ほらほら、出直してくるんだよ。痛いの痛いの飛んでけ。調子がうるさくてうまく通信が取れ、一体ピーだった。どうぞ。貴様、任務を終える気があるのか？それとも俺が。なんだかんだうるせえな。もっと早くにこうすりゃよかった。レベル1。最後のひとしずくはいつもパンツの中ってか。何やってんだこんなところで。もうダメだ、基地全部がコッパみじんだ。大変なことになった。おい、聞こえてるのか？俺を責めるぞ、絶対にこの俺を。虫巣の走る野郎だな。参ったな、こいつは見たことがないぞ。神様の言う通りってか。一個は片付いたぜ。直ちに次のに向かえ。了解。来いよ。アクセスが許可されました。こちらモグラ、聞こえるかい？ああ、続けてくれ。到着は約20分後ってとこかな。10分でやれ。ボンドリがメンドリ小屋にいるんだ。悪いな、そいつは無理っぽい。敵への交渉に当たっちまった。ああ、これダメだ。20分後に会おうぜ。じゃあな。レベル2。さて、覚悟しろよ。どうだっていいさ。結構な話だ。ジェット
ってないぞ。頼む、落ち着いてくれ。今準備を進めている。もう待たないぞ。俺は今欲しいんだ。今すぐにだ。メンテナンスロボットが稼働されました。アクセスが許可されました。メンテナンスロボットが稼働されました。これだこれ。よし。メンテナンスロボットが稼働されました。アクセスが許可されました。犬の餌にしてやる。よし。俺はフィッツを探してるんだ。あなたは誰よ。バートンだ。軍の人？勘がいいな。あなたね、爆弾を解除したのは。違う？ああ、まあな。フィッツを怒らせたのよ。他に何か情報はないか。一緒に立てこもってる科学者たちも武装して爆弾を持っているわよ。フィッツの命令に絶対服従する連中だわ。ああ。思わず起爆スイッチを落とすとこだったよ。落ち着け。ジェットはすでに用意ができている。彼ももうすぐだ。いいか、あと5分で俺はここを必ず爆破
かす。あとはせいぜい何が残ってるのか残骸を探し回るがいいさ。生前エルヴィスが服用していたドラッグは彼を50年以上も低温睡眠にするためのものだったようです。さて政府は今ロックンロールのキングを最後のコンサートのために蘇らせようとしています。ここで。さてなんで俺はこんなことやってるんだ。許可されました。よし。とても危険だ。早く爆弾を解除しないと君を助けることができない。あんたの助けなんか必要ないね。ジーク、君のお父さんはどうして死んだんだ。エリア51内で何が起こっているのか知りたくはないか。俺の親父を知ってるのか。あんたを信用しろっていうのか。おい、聞こえてるのか。